ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。早速、小田原城に行ってきたぞ。おう、どうだった？城内が博物館になっていて見応えあったぞ。城なのに、博物館っていうのが面白いよな。展示内容を見たら、もっと伊勢家、いや、北条家のことについてもっと知りたくなった。わかった。私がたくさん教えよう。やったぜ。今回は伊勢宗瑞の息子氏綱について教えよう。よろしく頼む。じゃあ、始めていくぞ。ということで、ゆっくりしていってね。北条氏綱は、宗瑞の嫡男として、1487年に誕生した。宗瑞が今川家の調停役として駿河に行っていた頃に生まれたようだ。詳しくは第1回の動画を見てほしい。氏綱の名前は、宗瑞の相模契約の時からで、父と共に活躍するようになる。そこでは、小田原城を拠点に、相模支配を担当していたそうだ。早速、重役を任されているな。そして、1519年に隠居した宗瑞に代わって、伊勢家の当主となった。伊勢家の当主になってから約4年後に北条と名字を改めたらしい。北条氏の誕生である。大河ドラマ風の紹介、ありがとう。氏綱は、当時、同盟関係を結んでいた扇ヶ谷介と敵対したようだ。いつの間に同盟関係結んでいたんだ？確か敵じゃなかったか？実は、三浦道寸が宗瑞の拠点の一つを攻略して小田原城まで迫っていた時に結んでいたんだ。一応、前回の動画でも言ったぞ。そういうことか。で、なんで関係が悪化したんだ？山内上杉家と同盟を結んだからだ。おっと、魔理沙がフリーズしてしまった。上杉明貞のこと覚えているか？確か、宗瑞の敵だったよな。そうだ、その明貞の次の当主だった上杉則房、つまり、氏綱の敵と同盟を結んだから氏綱との関係が悪化したということだ。氏綱は、1524年から山内家、扇ヶ谷家の領国の契約を進め、江戸地域の契約を遂げた。氏綱も強いな。それに対抗して、扇ヶ谷家と山内家はさらに、甲斐武田家と尾弓久保と、そして尾弓久保参加の上総国の真利厚武田家、阿波国の里見家と連帯して、氏綱包囲網を作った。甲斐武田家は武田信玄でおなじみだな。尾弓久保は足利将軍家の親戚の勢力と捉えてくれれば今はいい。真利厚武田家、阿波国の里見家はまた、いずれ紹介する。なんか、氏綱大ピンチじゃね？しかし、ここで氏綱にとって幸運なことが起きる。1525年3月、北条包囲網の中核を担っていた山内家の上杉則房が死去した。家督は氏綱包囲網の一つだった小学坊家の養子として入っていた上杉則広が継いだ。また、なんと格坊か。しかし、山内上杉参加の豪族たちは小学坊の影響を嫌う者が多く、彼らは則房の嫡男五郎丸を擁立しようと画策していた。近く山内上杉で内紛が起こると判断した甲斐武田家当主武田信虎は4月に氏綱と和睦した。運がいいな、氏綱。父さんが助けてくれたのか。このような状況では江戸奪還が厳しいと判断した扇ヶ谷氏は、今度は尾弓久保を頼った。扇ヶ谷が率いる扇ヶ谷軍の主力が相模や南武蔵の北条軍を牽制し、尾弓久保軍が重要地帯鎌倉を攻撃するという作戦を立てた。しかし、体制を立て直した氏綱の前にそのような大掛かりな攻撃ができるわけがなく、里見氏が勝手に軍を出して、鎌倉に侵攻。その時に鶴岡八幡宮が消失した。氏綱は鶴岡八幡宮消失の責任を里見の従属先である尾弓久保に負わせ、復興費を尾弓久保に払わせることに成功した。この結果に意気消沈した尾弓久保当主足利義昭は、1527年には氏綱と和睦して、その参加である真利厚武田氏や里見氏も氏綱と停戦した。氏綱はこうなることを見据えて、相手に攻撃させていたら、すごい策士だな、恐ろしい。江戸城奪還の夢を打ち砕かれた扇ヶ谷氏は、一旦それを諦めて山内上杉や小学坊の協力を得るため外交に重きを置き、そこで起こっていた内紛の調停などに力を注ぐ。こうして情勢は徐々に安定化し、氏綱はなんとかピンチを脱した。反撃開始だ。その前に、ある話をしよう。駿河、遠江の国主となっていた今川氏親が死去した。さらば、辰王丸。氏親の死の数日前に氏綱は彼の元に訪れたようだ。氏綱にとって、氏親はいとこにあたるからな。両者は疎遠になっていたけど、絆は消えていなかったんだな。そうだな。
さあ、先ほどの続きで、扇ヶ谷氏は一旦戦いはやめたが、もちろん諦めてはいなかった。扇ヶ谷氏当主の友紀はすでに氏綱とは和睦していた甲斐の武田信虎と再度同盟を締結し、北条領への侵攻を目論んだ。しかし、1529年に内紛の兆しがすでにあった山内上杉家と古学坊で内紛が発生した。山内上杉と古学坊と、同時に内紛が発生したため友紀は攻撃を翌年に延期した。氏綱は運がいいが、友紀は相当運がないな。一方氏綱はこれらの動きをすでに察知しており、家臣の北条綱重と共に南武蔵を見張る要所である小沢城に入れるなど、対抗して動き始めていた。1530年4月に友紀の要請で武田信虎の弟勝沼信友が出陣した。これに対し氏綱は主力を動員して甲斐に出陣した。23日には氏綱と信友とで決戦が行われ、数で大幅に上回る北条軍が大勝した。氏綱が甲斐に出陣しているとの知らせを受けた友紀は主力を率いて出陣。武田軍と氏綱を挟み撃ちにするため、江戸城ではなく氏綱の嫡男氏康がいる小沢城を目指して南下してきた。早くも、息子の登場か。氏康についてはまた、近日に紹介する。氏康は上杉軍に夜襲を仕掛け大勝した。この勝利は氏綱の躍進のための第一歩となり、包囲網を瓦解させた氏綱は移行姿勢から攻勢に転じることになる。氏康も大活躍しているな。やられたらやり返す。では、続きを見ていこう。おい、また無視するな。古学坊では、ようやく内乱が終わり、家督を継いだ足利晴氏は敵対勢力であるお弓久保を排除するため、南関東で勢力を伸ばしていた氏綱に目をつけた。同年8月には氏綱の弟北条玄庵が晴氏の元を訪れ、同盟を締結した。氏綱はお弓久保を切り崩すため参加である里見に目をつけた。当主義豊は鶴岡八幡宮を焼いたため求心力が低下しており、叔父の里見実隆が台頭していた。氏綱は実隆を調略すると1532年12月に氏綱は江戸城に入ると、下総の千葉家の当主の嫡男に氏綱の娘を嫁がせる条件で調略し、暴走進行の手はずを整えた。氏綱が仲間になってくれるのは、大きいな。実隆の挙兵と共に阿波に攻め入り、上総、下総と北上して古学坊軍、千葉軍と共にお弓久保の拠点を弓御所を陥落させる作戦であった。そんな中、里見家である事件が起こる。1533年7月にお弓久保の命令を受けた里見義豊が居城の稲村城に実隆とその重臣の正木と狐を呼び出し、その際に実隆の内通が露見し、義豊は彼らを粛清した。これを稲村の変という。実隆の嫡男里見義隆は命からがら居城の金谷城に逃げ延び、氏綱を頼り作ろう御城に籠城した。また、お家騒動か。ちょっと、多すぎないか。どの家にも、お家騒動があったと捉えてくれても構わないくらい、この時代はお家騒動が多発した。氏綱は南武蔵にいたため代わりに玉縄城にいた玄庵が挙兵、阿波に向かい、8000の大軍で次々に義豊派の城を攻略し、義豊を追い詰めた。氏綱は里見氏の調停役になったわけか。総帥の時と状況は違うが、まあ、そういうことだ。阿波を追われた義豊は上総に落ち延び、大戸城を拠点に再起を図った。1534年3月、義豊は阿波に戻り稲村城を脱死したが、すぐに北条軍と義隆に反撃され、4月に稲村城を攻められ自害した。こうして里見氏が包囲網から脱落する。さらに同年には真利奴氏の当主が死去したため、真利奴武田氏でも内紛が起き、また、お家騒動か。お弓久保の勢力が弱まることになった。氏綱は関東に勢力を拡大する一方で、七宗隋の代より形式的には主従関係にあった駿河国の今川氏との寸草同盟に基づいて開国の武田信虎と構想国境で相争った。武田氏は扇ヶ谷氏と友好関係にあり、武田軍が扇ヶ谷氏を支援するために北条領である相模国に侵攻し、北条軍が武田領である開国鶴軍に侵攻する対立関係であった。阿波侵攻の際、氏綱は同盟する氏近に代わって当主となった今川氏輝に友興と盟約を結ぶ武田信虎の牽制を要請していた。氏輝は1534年7月に北条からの援軍を得て甲斐侵攻を開始し、桂谷城などを攻略したが、急速な進軍により兵士が疲弊し、駿河に撤退した。この頃、真利奴武田家の内乱を利用し、氏綱は再度の暴走進攻を練っていた。
お家騒動のどさくさに紛れて領土拡大だな。しかし1535年7月に信虎が昨年の今川軍による海進攻に対する報復として駿河進攻を開始した。武田軍は富士軍を制圧して今川と北条との連絡を断つ作戦を展開した。宇治輝の要請を受けた氏綱は一旦房総進攻を中止して主力を西に回して、大軍を率いて出陣し、山中の地を目指して進軍した。宇治綱は一気に海を併合する計画を立てていたのである。武田家は5年前の八つ穂坂の戦いにて氏綱に敗北しており、今度こそ勝利するため、峠を越えて山中に入ってきた氏綱を奇襲し討ち取る策を立てた。突如として現れた武田軍による奇襲攻撃に北条軍は動揺するが、これは氏綱の罠であり、氏綱は家臣の北条綱重を山中湖を大きく東に回り、武田軍の後方を突くよう命令し、綱重と武田軍を攻撃する体制になった北条軍が押し返し、敵の大将信友など数百の士気を討ち取る大勝利を収めている。山中の戦いの知らせを受けた信虎は意気消沈して海に撤退した。氏綱、めちゃ強いな、惚れるぜ。だな。氏綱はそのまま海に進行する動きを見せたが、扇ヶ谷軍が動き出したため相模に撤退していった。しかし、その直後の1536年3月に今川氏輝とその弟で有力な後継者候補であった今川彦五郎が同日に急死するという事件が発生した。氏輝はまだ若く、子がいなかったため氏輝の弟の尖閣商法と現行へ担当で家督をめぐって花倉の乱と呼ばれるお家騒動が起こり、また、今川家で揉め事か。しかも二人同じ日に死ぬなんて、なんか怪しいな。5月25日に現行へ丹が挙兵して内乱が発生した。そのため氏綱は先に駿河を安泰にする必要に迫られ、嫡流である尖閣商法を支持して嫡男氏康を援軍総大将として、8000の兵を駿河に派遣、さらに商法の実の母受刑に学芸と強いつながりを有していたため、これを通じて朝廷や幕府に働きかけ商法の原則と家督相続を認めさせた。これを受けて商法は原則し今川義元と名乗り、氏康の援軍とも合流して体制を整える。お、今川義元の誕生か。結局、義元側が勝ち、彼が正式に今川家当主に就任した。氏綱、いろいろなお家騒動に首を突っ込んでいるな。しかも親子二代で今川家を助けるなんて面白いな。内乱に勝利して家督を相続した義元であったが、内乱で疲弊した国内を整えるため敵対勢力である武田氏との和睦を模索していた。一方、海では飢饉や疫病が相次ぎ、国内が疲弊していた。そんな状況では今川、北条と争い続けることができないと見た武田信虎、そしてその嫡男武田晴信は、娘を今川に嫁がせることで今川と北条の同盟を断つ利観の策を練った。ちなみに晴信が後の信玄だ。そして1537年2月に義元は信虎の娘上慶院をめとって、公孫同盟を成立させる。義元の真意は花倉の乱で混乱した国内の安定化にあったと見られるが、氏綱にとってみれば武田は北条と今川にとって長年争い続けていた。共通の敵であり、これを義元による裏切りと捉えて、氏綱はこれに激怒、今川と絶縁していくさの準備を整えた。いや、怒らなくてもよくないか。ちょっと義元がかわいそう。こうして伊勢総帥の今川間襲撃から約50年続いた総寸同盟が破綻し、今川との抗争が勃発した。残念ながら、今回はここまでだ。めちゃくちゃ中途半端だな。次回は氏綱と氏綱包囲網の最終決戦をお送りする。楽しみだな。ウプ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。